これから庭に向かおう、きます。発酵の匂いがする。すごい発酵の匂いがする。この匂いがするぞ。どうしようか。お、お、お、すごい。あ、まだあった。あ、まだあった。まだあった。ぬか漬けみたいになってる。ぬか漬けみたいな。あったかい、めっちゃあったかい。少しだけ入れましょう。はい、あ、もう早速虫が寄ってきた。今日は4月の28日、4日目かな、4日目だな。1日雨の日があったんでちょっと寒かったんですけど、今日早速カビちゃんが生えてきました。すごいね、匂いはね、臭い匂いではないけど、なんか発酵してる匂い。はい、日向に出しておきましょうかね。はい、とりあえず混ぜましょうかね。混ぜてあげて。お、すごい、だいぶ分解してるっぽいですな。やっぱ水分が最初ちょっと足りなかったかもしれない。1リットルちょっとぐらいあげた方が良かったね。すごいな。もうでもほぼこれはナスの皮が残ってるかな。皮がやっぱり残るね。はい、こんな感じです。やっぱ米ぬかの方が早いですね、分解が。ツワの皮も大丈夫かな。ちょっと入れてみよっか。はい、今40度ぐらいかな。40度、 39.5 ぐらいかな。じゃあこれを入れましょう。どんどん発酵していきましょう。あ、切るの忘れちゃったね、これ。まあいいや、入れちゃいますよ。
すごい独特な匂いがしてきた。何とも言えない匂いだ。固まった、うわ固まってる、すごいことになってる、固まってる。